皆さんこんにちは、リュウヘアアーティストです。今日はドライブカットの第一人者来てくれました。イエーイ森本さんが新しく特許を取ったこのドライブカットを今日実際に僕が、体験してで、みんなにもこのカット技法をシェアしていきたいと思います。ぜひお楽しみに。ちなみにまだ特許取ってないんです。これから特許取ります。イエーイ、はい、じゃんじゃん。まずはこのハサミですね。皆さん見て、この滑らかのこのシェイク、こういう感じ。見て、カモメみたいな。で、ここでこのカーブがこのドライブカーブカットのこの醍醐味なんですね。このカーブ、はい、それでは早速ちょっと森本さんに、はい、おお、ちょっとカットしてもらいます。ショートでお任せします。マジですか？結構がっつり切りたいです。します。ドライブカットを思いついたこのきっかけ、ドライブカットのきっかけは、スタートはね、ただ髪の毛を動かしたかっただけ。で、はい、動かすっていうのを原点に、はい、作ってって、はい、そしたら、でもお客、帰ってくるお客さんが、はい、収まるっていうので、あ、で、収まる意味がわからなくて、あこれで動かそうとしたのに。で、まあ、収まるんだ、収まる方向に逆に考え直しして、ああはい、うん、確かに。で、作り直してったらこういう、で、このドライブカットになっていったみたいな。皆さん、ドライブカットは癖とかを結構こう収めるというのもできる、本当に魔法的なカット技法になっていて、多分後でその、まあ、実際にやり方とかも見れると思うんだけど、このベーシックカットの時もすでにかっこいいって。森本さん、軽くなんか自己紹介をみんなにちょっとしたら、多分よりドライブカットが、まあ、これから、うん、こう興味ある人はもっとこう連絡とかしやすいかなって思って、そこら辺苦手なの。とても苦手な、神秘的な人物で。フリーズの19歳の頃より今かっこいいっすよ。昨日もらった写真ビビりました。あれ普通になんか、うん、なんか雑誌がお家で昨日掃除してたんで、うん、あんなイケイケなファッションだった。だいぶ違う。はい、後で見せます。すごいですよ、オールピンクの。なんだ、芸人の赤い、あ、芸人の赤い、カズレーザー、あ、カズレーザー、カズレーザー、カズレーザーよりは林家ペーパーに近いです。確かに色は、色合い的に、そうかもしれない。やばかった、まだバッグ未だにあるんですよ。あ、そうなんですか。あれ、ビッグスクーターですか。ビッグスクーター、うん、最初は忍者とか、うんうん、ああいいっすね。あと CBR とか、うんうん、そういう系、それこそね、はやぶさとかそういうスポーツ系欲しかったけど、うん、もうまだその時学生だったから、うん、ちょっと荷物詰めないな、うん、通学無理だな、うん、で、ビッグスクーターにした。なるほど。特に美容学生だと荷物がいっぱいだから、うん、そうですね。そういうバイクだと絶対に、うん、ね、うん、積んでなかった。
すごい。だいぶします。なんだっけ、あ、ドライヤー。あ、ドライヤー。ドライヤー。ドライヤーそうだ。ドライヤーは。はい、皆さん、これで一回ベースカットが終わりました。ドライブカットがドライの時でカットする感じです。で、今、一回乾かします。おー、早い。まさん、ドライブカットの始まりですよ。おー。やっぱちょっと、全然違う普通のカットと。なんか繊細な感じ。うんうん、ね、髪の毛一本一本を繊細にカットしていく感じです。メンズでこのドライブカットだったらより束感とかすごく、あ、すごく出る、すごい出ますよね、うん、動きとかもめっちゃ出ますよね、うん、確かに。カットされてて気持ちいい。うん、まあ、そう、よく言われる。うん。確かに、このカットだったら見ますよね、普通に。うん。めっちゃ見る。手元が映るんですけど、手元の間から風が吹いてくるやろ。
どう？お、いい感じ。うん。おー、すごい軽い。おー、いい感じ。はい。お、ちゃんと丸みもあって。うん、おー、はい。こっちとこっちと、はい、ラインの出方変えてみた。あー、ほんとだ。うん、こっちぶつって、ぶつってか、まあ、ラインがこうちょっとあって、はい、こっち毛先のラインがないみたいな。あー、いいですね、このメリハリ。うん、いい感じ、動かしやすいですね。うん、これでぜひ最後ワックスつけてお願いします。いいか。はい。めっちゃいい感じ。すごい束感が全然違う。わかります？この束感。あとこの動いた時に髪の毛すごく軽くなってる。多分ワックスとか毎日のセットがすごくしやすい。あと一番、まあ、特徴的なのが持ちですよね。ドライブカットはすごい持ちがいいですよね。持ちいいですね、うん、なんでちょっと持ちも楽しみながら。はい、森本さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、皆さんもぜひ参考にしてみてね。はい、バイバーイ。